雪上バトルスタート。ゼロスタートはランエボが有利。しかしインプレッサ GTR も来た。皆さん、くれぐれも安全第一でお願いします。あ、ランエボトラクションいいな。あんまり縁側よりも外側の方がグリップするみたいな。あ、ここもツルツルじゃん。路面の黒いところは、おっと、氷だ氷。あー、とっとっとっと、なんでまっすぐ走んねんだろうな、こいつは。結構ライボーは ABS が良くなってね、乗りやすくなってる。うわ、テカテカ。3台中 ABS がついていないのはインプレッサだけ。雪上バトルではかなりのマイナスポイントのはず。ケイチが苦労してるな。トラクションがかからない、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 かからないね。さあ、ガンサン GTR、インプレッサとの直線加速勝負。しかし、インプレッサも加速し始めれば早い。その頃、中谷 GSR は最終コーナーへ。ガンサン GTR はラインを変えたが危ない。あんだ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 トラクションがかからねえやつくしよ。なんでだよ。 GTR がインプレッサに引っかかっている間に、中谷 GSR は差を広げて2ラップ目に突入。こちらはまだまだじゃれ合ってます。おい、邪魔だぞ。下は圧雪路というよりもなんか氷の上だぞこれ。ここ思いっきりこってる。苦しいな。おと、土屋インプレッサ GTR に雪の煙幕攻撃。タイムアタック、そしてこのバトルと周回がかさむにつれて、綺麗だった圧雪路面が削れ、コンディションは悪化する一方。そのためか、タイムアタックでダントツの速さを見せた GSR も思ったように差を広げることができない。ここで加速していかないんだよな。GTR もその重い車重のためか、殿下の宝刀アテーサ ETS をもってしてもいまいちのトラクション。ガンさん、再び最終コーナーのラインを変えた。おっと、インプレッサスピンか。GTR やるな。さあ、バトルはファイナルラップ。減速からターンインへは ABS 装着の GTR が安定している。ジーさんは大したもんだよ。横に滑っちゃう。横にじいさまイライラしてるよ。リア機械式、フロントヘリカル LSD、 そしてセンターデフをロックできるインプレッサがストレート加速は速い。
差を広げ安全運転モードの中谷 GSR。 ドリドリインプレッサ、最後の最後もタコ踊り。ガンサン GTR、 最後までインプレッサを抜けず。お、車が調子良くなっちゃった。多分かからないというオチもついて、優勝は文句なくランエーボ。2位はインプレッサだが、路面コンディションの悪化につれて車の挙動もどんどん悪くなっていったのは気になるところ。